ちは。こんにちは、さゆたかさん、はい、今日は今度はパ・リーグの、はい、6月の月間総評です。はい、いきますよ。行こう。エネルギー大丈夫ですか？大丈夫。さあ現在首位は6月28日時点ですがオリックスで、それを1ゲームで追うのが2位のソフトバンク、はい、そして 0.5 ゲームでソフトバンクを追うのが3位のロッテ、はい、でちょっと6ゲーム空くんですが4位に日本ハム、そして西武、楽天、楽天と西武は今ゲーム差ゼロというところになっています。でまずはオリックス見ていきたいと思うんですけれども、はいはい、現在打率2割5分2厘、防御率 2.98 なんですが月間打率は2割3分1厘と下がりました、はい、で防御率は 3.00 なので、まあ、そこまで変わってないんですが、うん、オリックスどうですか？ちょっと打つ方が、ただ交流戦ではなんか打ってるイメージあった。まあそうだな、はい、そんなに悪いっていう感じではないんだけど、はい、でも特別にいいっていう感じでもないんだよね。そこですかね。なんかこう言いようがない。いやでも安定はしてるんだよ。安定してますよね。安定はしてるから何とも言えないんだよね。確かに。だからそのただここ一番打ってくれれば勝てたのにっていうような試合も多いんだよね。だから物足りないんだけど少し満たされてるみたいな。だから複雑なんだよここ。そうですね、本当に。確かにここオリックス、ソフトバンク、ロッテってそんな感じでこの3つが団子状態みたいな、まあ、そうだな、なってますもんね、うん、特にだから悪いっていうことももちろんないっていう、だから平均的な力は出せてるよみたいな、うん、そんな感じなんだよね。あでも、まあ、中嶋監督がちょっと休養してね、はい、その時にすごく勝ったしね。そうなんですよ、うん、はい、でチームの結束だとか、うん、そういうものはすごく感じるしね、うん、だから普通の月だったなっていう。あ、普通の、うん、そんなに悪くもなく良くもなくみたいな、うん、まあ、普通に戦えた月だったなっていうような感じはするけど、ね、普通、まあ、吉野家の波っていうところですよね。まあそれよりはちょっと肉盛り若干プラスアルファプラスアルファはあったような気はするけどね。おじゃあソフトバンク、あの、ね、首位に立ってたこともありましたけれども、ね、まあ、現在2位というところで、ただ打率防御率ともにいいんですよね。月間打率上がってます、防御率は下がってるし、どうなんですかそこ。コンちゃんがものすごく良かったんだよね、はい、6月に、うん、で柳田が良くなかったんだよ、はい、ここら辺が噛んでくると、うん、この打率通りのような破壊力というかさ、はい、出てくると思うんだけど、なんか柳田が悪くなったら近藤が上がる、近藤が悪くなったら柳田上がるとか、うん、ちょっと噛み合わせが悪かったんだよね、はい、だから7月は噛み合わせを良くするようになってくると、うん、ちょっと加速してくるかなっていうような感じがするんだよね、うん、だから6月は溜めた時期みたいな、はい、力をいっぺんにいくよみたいな。ただ役者はいるわ。そうですね、やっぱ三森だとかさ、うん、もう心臓が飛び出しそうなところで三投決めたりとかね、はい、だから役者はいるなって。でまた必死にやるやつが多いなとか、うん、で中村はやっぱり実力者だなとか、はい、だから今宮出た時にはやっぱりいい仕事するなとか、うん、だからそれなりのポイントになる選手とか、まあ、そういう選手たちはやっぱさすがだなっていうね。そうですね、うん、ことは感じさせてくれたよね。確かに、うん、ただあのなんか交流戦で優勝に最後一番近くなったんですけど、どうできなかったのが去年 あのオリックスとソフトバンクのリーグ優勝で負けた時の再来だみたいなファンが話してて、まあ、そこまで深刻に考える必要はないから、ね、なんか悪夢だみたいな。まあまあただ、はい、ソフトバンクって歴史がね、はい、優勝しても日本シリーズに出れなかったとか、まあ、いろいろこうね、ここ一番といったところで勝ちきれなかったりするケースもあるけども、うん、中村を一番にずっと据えて打線はある程度安定するようになったしね、はい、だからまあ津森、モイネロ、オスナ、うん、まあ、この3枚っていうのは確立されてるし、はい、まあ、まあ強みはあるんだよね、いろいろ。そうですよね、他の他球団から比べるよりは。それってでもオリックスとソフトバンクってなんか似たような感じの状態というか、うん、なんですかね。まあそうだな、まあ、似てはないな。似てはない。どっちの方が6月って、あ、6月に関して言えばか、うん、はい、まあまあそうだな、似てるかもわかんない な, なんかそうなんですよね。そうだな、うん、特殊してドーンとも言ってないけど、でも下がるような感じのチームじゃないっていう、まあまあうん、でもなんとなくソフトバンクの方が良くはなってきてる、
あ、6月見てみると、うん、あのオリックスよりはね、はい、オリックスはちょっと波への振れ方がちょっと大きかったなっていう、うん、でソフトバンクの方は波の振れ方が少なかったなっていうような感じがするけどね、うん、さあそして、まあ、3位になってしまったロッテなんですけれども、はいはい、まあ、打率も2割3分0なんですけれども、月間打率は2割1分8厘で、防御率 3.15 なんですが、はい、月間としては 4.05 と、うん、ロッテちょっと両方とも落ちたのかなっていう、まあ、そうだな、うん、まあ、西野が春先からずっと良くて、でも6月に入ったら少し点を取られるようになりみたいなね、うん、まあ、先発ピッチャーが点を多く取られるようになってきてるっていうのはちょっと感じるけどね。あと佐々木朗希投手がちょっと勝てなかったっていう6月、はい、まあ、そうだな、ありましたね試合で、うん、まあ、佐々木朗希を見てるとやっぱ止めれるキャッチャーじゃないと無理だわそうだね、はい、1試合にボートなんか6、7するわけでしょそらね、ランナー進んじゃうから。そうですね、で自らもなんか取って送球が下手だからね、はい、生かしちゃったりとか、走ったなんつってあれみたいなセンター投げちゃってるし、はい、だから、まあ、なかなかね、まあ、弱点を披露してたというかね、まあ、そんな感じはするんだけども、まずはやっぱこうストッピングだな、キャッチャーの、うん、はい、まあ佐々木は悪い部分もあるけども、うん、やっぱ止めてあげないとやっぱ勝てるもん勝てなくなるよね、はい、で打率が低いけどホームランが出始めたんだよ、はい、だから打率ほど点が取れてないかっていうと、うん、俺は取ってる方だと思う。そうですね、だからポランコ良くなったし山口がホームラン出だしたし、はい、だからそういった意味ではホームランで点が取れるようになってるから打率関係なくなってきてるよね、はい、うん、だからそこら辺こう打率が下がったっていう印象は俺の中ではなかったんだけど、うん、そうですね、うん、だから点は取れてんだよね。はい、そうですね、ただやっぱ6月3位になってしまっているっていうのは、まあ他のオリックスソフトバンクがその分ちょっと良かったっていうのは、ね、まあ良かったっていうか、まあぼちぼちいったという感じだよね。そうですね、ただその状態的にロッテが悪いかったかっていうと6月そこまででもない。あ、でも勝ちに結びつかなかったよな。あ、ただやっぱり打線の、まあ、3番打つ中村、はい、中村これがやっぱり1割台でしょ、まだ。だからやっぱ打線がつながってこないというか、うん、でいい時っていうのは 1,2 番がね、うん、出てかき回したりだとかいろんなことしたんだけども、ちょっと6月っていうのは悪かったね、はい、それに伴って中村が悪いというね、うん、だから攻撃が実質4番から始まるみたいな、はい、そういうところもある。ただしホームランが出てるから、うん、なんか得点力不足っていうことにはあんまり感じなかったけども、はい、ホームランって派手だからね、はい、だからもうちょっと噛み合わせが良くなったらいいなと思う。うん、あと角中が良くなったな6月。そうですね、交流戦から角中がいてくれて助かった部分であるな。大きいですね。なあ、うん、そうだな、やっぱベテランの力っていうのはまだまだいるね。そうですね、はい、さあ4位の日本ハムです。で日本ハムは月間打率上げてきました。2割4分2厘で防御率は2割5分3厘と下げて両方ともいいですね、うんうん、いやよく戦ったと思うよ。はい、6月ね、まあ、交流戦もよくやったし、うん、でもあとミスだな、やっぱな、エラーですね。エラーが多いから、はい、どうしてもこう勢いをついた時にエラーでなくすとかさ、うん、だそういう悪循環もあるけどね、はい、ただ春先鈴木が勝ってたのが鈴木がちょっと苦しんだという、ね、はい、ピッチャー、はい、こともあるし、ただ、まあ、伊藤大海とか、まあ、噂は加藤っていうのは、まあ、それなりに安定はしてくれてるしね、はい、そんなにピッチャー陣っていうのは心配かって言ったら心配ではないんだけど、はい、崩れはしてないですしね。そうそうそう、うん、やっぱね守りだな、うん、守る一方ですね、守備、うん、上川畑も札幌ドームではうまかったけど、はい、土のグラウンドになったらちょっと苦戦してるな、はい、あ、そういうのあるんですね。あるある。だから、まあ、バッテリー間のミスも相変わらず多いところも目につくしね、はい、そういう意味ではねエラーがなくなればいいんだけどな。そうすると、まあ、今4位6ゲーム差ですけれども、その3位とゲーム差っていうのは縮められていけるってことですね。もちろんです。でそうですね、 A クラスっていうのも視野に入ってくるってことでしょうけど、うん、うね、あと打の方でいうと清宮選手が6月帰ってきました。はい、はい、やっぱりさ、うん、昨年の自信っていうのがあるんだな、うん、ファームでも出てたけど、はい、日本もホームラン打ってみたいな、はい、うん、なんかね
やっぱり良くなってるんだよ、成長してるんだよ。そうですね。で成長したというんだったら、まあ万波ね。万波さん、はい。万ちゃんいいよ。あの6月も絶好調でしたね。なあ、はい、まあ、沖縄でのホームランなんか見事だよな。タイヤから打ったホームランなんセーブの、はい、あれも完璧じゃないからね。あれが完璧だったらどこまで飛ばすんかなっていうような、うん、そんなバネ持ってるよね。ポテンシャル高いですね。高いよ、うん、楽しみだよな。清宮選手は6月から合流で復帰後3割2分4厘、はい、で万波選手も2割9分1厘と非常に高い数字残しました。まあ、清宮もホームラン打ってるしな、はい、気にしてな、うん、楽しみだな、うん、あとまだ挙げるとすると、この選手6月良かったからっていうのあります？今川のフリーバッティング。ちょっと待って、新しいですね。新しい。今川のフリーバッティング。今川何やってるんだろう。まだちょっとね、まだちょっとかかるみたいですけど、あのマルティネス選手、中日から取った。ああ、はい、それはね、はい、キャッチャーやらした時は怖いよ、やっぱ。打ちますね。打つ。あと加藤な。あ、そうですね、加藤選手、うんうん、加藤なんていうのはやっぱルーキーではないな、やっぱ彼はね、もちろん経験があるからね、ありますよね。だからやっぱこう使えるなと思うしさ、うん、だからマルチネス選手が2割9分4厘なので中日なんで出しちゃったんだろうっていうふうに思いますね。そうだな、よく日本ハム取ってくれたっていう。なんでかね、分かんないです、なんでだったんだろうと思って。キャッチャーで使う勇気がなかったんだろうね。そっか、そこら辺がやっぱ新庄監督の再生工場だって言われるゆえんだよね、うん、そういうとこなんですね。いやだからその打ってほしい人だったりがきちっと打ってくれて、やっぱりこの月間打率っていうのが上がってきてるっていう。まあそうだね、うん、野村を外して野村をいいところに使って、また次の日先発させて結果が出ず外してみたいな、うん、そしたら次の日また入れたらホームラン打ったとかね、はい、やっぱ使い方、刺激の入れ方っていうのもうまかったと思うね、うん、でチーム全体もこんなところこんなミスするみたいなところをあるにしても、うん、やっぱそれを引きずらないで次の日勝つとかね、はい、だからそんなことを考えると、まあ、本当によくやってんなと思うけどね。そうですね。さあ5位の西武です、まあ、あの6位の楽天とはゲーム差なしなので、はい、まあ、実質西武と楽天は、まあ、一緒の位置にいるというところなんですけれども、はい、月間打率2割2分4厘と下がりました。で防御率 3.15 打たれてます6月はっていうところで厳しいですね、引き続き。やっぱりこう自慢の投手陣、まあ、特に先発投手陣、はい、特に高橋コーナー、うん、やっぱこう序盤勝てなかったもんね、はい、うん、まあ、勝ってるゲームもあったんだろうけどもちょっとやられるとか、うん、まあ、自分で自滅っていうかそういう試合もあるし、エースが勝たないと、まあ、そうなってくるわな、はい、打ってくれないっていうこともあるけどね、うんうん、だから非常に苦しんだなって思うけどね。そうですね。でもこの前点をやらなかったら勝ったという、はい、それはもちろんそうだよ。そうですね、点をやらなかったら勝てるって勝てるっていう、まあ、でも1点2点やれないって思うマウンドは辛いぞ、やっぱ。そうですね、今までの西武のチームカラーと違いますからね。そうだね、だからなんていうんだろうな、やっぱそこら辺の幸せっていうのも投手陣に来てるのかなと思うとかわいそうだよね。そうですね、心理状況も全く投げ方も変わってきちゃいますね、まあ、そうだな。あと打の方ではおかわり君が後半で戻ってはきました、はいはい、で打ってくれてはいましたけれども、うん、どうでしょう、そのおかわり君の存在という、まあ、存在感は大きいよね、うん、まあ、やっぱり代打でもいけるし、はい、頼りがいの兄貴が帰ってきたみたいな、はい、まあ、そんな感じはするけども、うん、でも常に使えない選手だからね、うん、はい、やっぱ体力的にも年齢的にもそうだけど、だから休みを入れながら使っていくというね、うん、まあ、そういう感じにはなるだろうけど、まあでも変えてきたっていう、まあ、存在感は大きいよな。そうですよね、うん、まあ、チームのまあ心理的なものだったりとか、まあ、そうだね、大きいですよね、はい、あとドライチの福岡の渡辺、はい、渡辺選手、まあ、2割8分8厘、まあ、そうだね、はい、使うたんびに良くなるというかさ、はい、やっぱもともとのものはあるんだろうけども、やっぱ慣れっていうのがね、うん、あって、まあ、その慣れてきたらやっぱ彼は打つだろうなと思うけどね、うん、ある程度ね、うんうんうん、いい刺激にはなってきそうなんですか、今のチーム状況の中で。まあ、代わりがいないからな、なかなかな。そうですよね、うん、だから、まあ、そうだな、まあ、成長してもらうしかない。
あのでも西武ってああいうタイプの選手やっぱ好きですよ、多いんだなんかね、多いんですよ。あとね、昼間が出てきた、あやっと昼間が、そうですよ、豊さんがなぜ上げない、なぜ上げないって言ったら、そうそうそう、翌日ぐらいから上がったな、上がりました。早川からスリーランはホームランな、先輩から打ってたけど、そうです、そうです、まあ、だけど、まあ、ああやって若い選手が上がってくることによって、うん、活躍してくれなきゃいけないんだけども、うん、勢いがつくというかね、雰囲気が変わるというか、うん、だから昼間なんかこう、もっとプロの水に慣れてくると、一番の可能性もあるね。あ、へぇ、いい走塁するよ、はい、彼は。まあそこそこの足もあるだろうしね、うん、でなんつっても明るいわ女の早稲田の時やっぱ学生の4年って言ったらこうやって突っ張ってたのかな、あるんじゃないですか、最高学年とか、今もう可愛くなっちゃってるそんなに可愛いキャラだったのみたいな実はそのままで行きなさいよ、4年、もう4年生になったのに、なんかスカイちゃってさ、はい、全員日本の時に、はい、だったのが今や可愛いじゃないですか、可愛いんだいいですね、でムードメーカーなんだよ、あなんかそれ性格も良さそうだしさ、うん、だからまあああいうキャラが一番に入ってチームを引っ張るとまたちょっと変わってくるだろうなと思うんですね。そうですね、6月明るい材料はそこに出てきます、まあ、そうだね、うん、だからまあまあ最悪だよ西武は、うん、まあ、とにかくね今は雰囲気的にも、あと、まあ、源田選手が帰ってきたんですけど、帰ってきたんですけれどもなかなか調子が上がらず、まあ、2割2分5厘、まあ、打つ方もそうだけど、うん、ちょっとエラーもな目立つよな、それはやっぱ WBC の疲れと怪我っていうところで、まあ、そういうこともあるだろうけど、うん、源田ぐらいになったらそんな言い訳は聞かないよね、うん、はい、うん、だから頑張らないとな、そこはそうですね、今こういうチーム状況なので、そうだね、だからそんなこと言ってらんないよね、疲れてるとかさ、うん、そんなことは、まあ、源田が言ってるわけじゃないし、はい、あれなんだけど、そういうことは言い訳にならないっていうのは彼が一番知ってると思う。さあ最後楽天、はい、楽天は最後まで交流戦で優勝争いに絡んでたので、そうなんだよ、楽天がねもう6月に入ったらなんか別のチームみたいに打ちまくってさそうなんですよ、どうしたってよ、来たかやっとみたいな、な、まあ、今2割2分5厘なんですけれども、月間打率2割5分8厘、うん、ただ防御率が 4.36、 まあでもね打たれても打ち返してたんだよ、跳ねのけてたんだ、そっかそっか打つ方で、うん、いやだからもう優勝の目もあったんだよね交流戦で、はい、でも開けた後だよ、はい、え、またそういう楽天に戻るみたいな、うん、そうですね、うん、なんか元気なくなっちゃった、ね、あのセリーグ相手にしてた時の方が打てたっていうことなんですかね、まあそうだな、うん、まあ、なんで打てたのかわからないけども、はい、交流戦の時は元気あったよね、そうですよね、うん、やっぱりその5位6位からなかなか抜け出せなかった、6月あんなに打っても、まあそれはやっぱもうピッチャーの防御率だよね、そうですね、あからさまに、それが物語ってると思う、あからさまにやっぱり 4.36 というのは6チーム中ワーストなので、こうなってくるとそうなりますよね、まあそうだね、うん、だから打つといいけど打たなかったらもう辛くしダメじゃんさ、はい、やっぱ長続きもしないし上位に上がっていくきっかけにもなんない、もう少し頑張れんかね、打つ方粘り強く、うん、なあ、そうですね、打つ方も投げる方も、うん、そうです、ね、いい選手いるんだけどね、ここにはね、そうなんですよね、だから、まあ、6月は岡島が頑張ったりだとかさ、うん、まあ、小深田も印象的な試合も作ったしね、小郷選手、小郷な、はい、で浅村もな、はい、比較的良かったし、うん、まあ、ピッチャーだなとはさ、そうですね、まあ、1位から6位までざっと総評していきましたけれども、はい、じゃあ最後、はい、ここから7月このチーム豊さん注目しておいてねと、まあ、1チーム挙げるとすると、そう、分かるだろ、日本ハム、そうだ俺はそれしかないと思うよ、やっぱり引っかき回されるって、あ、ま、もうねぼーっとしてらんないから、そうですよ、暑いからといって、ね、うん、もう新庄監督は今日は動かないって決めたら動かない人だけど、うん、勝手に向こうが考えるようになっちゃってるから、選手かってことです、ね、だからもうマウント取ってんだよ、うんうん、新庄監督は、はい、ね、だからちょっとした変な動きしたらこうなんかやってるのもわからないぞみたいなそういうことになっちゃってるから、もうマウント完全に取ってるから戦いやすいと思うよ日本ハムは、うん、でこれ今3位のロッテに6ゲーム差なんですけど、はい、今4位で3位とどのぐらいの差7月で縮められそうですか、ただエラーが多いから、うん、エラーはダントツです、ね、このエラーが46のままだったとしたら、はい、3ゲーム差ぐらいには縮まってくる、確
ただこれがね増えてきて60個ぐらいになったとしたら、はい、チーマン。そっか。じゃあもうエラー次第ですね日本ハムは。まあそうだな。そうかそうか。いやだけどさ、ロッテの田村、はい、ツーボールワンストライクからノーアウト二三塁バッター石、うん、外したからね。警戒してますよね完全に。でフルカウントになって、はい、もう一回フルカウントから外したからね。だから新庄監督の頭の中はフルカウントだから絶対外さないって思ったんだろうね、うんはい、そこを田村が外してきたって、いやーちょっと面白いな。面白いです。でもそういう面白いゲームを見させてくれるのは日本ハムの、まあ、そうだ ね解説泣かせというね。解説ももう戸惑っちゃうっていやいや、でも逆に言えば楽しいよね。いや楽しいです楽しいです。じゃあ7月はちょっと豊さん日本ハムに注目して、はい、そうだね、はい、はい、見ていただければなと。あとやっぱねワンチャンソフトバンクが上がってくるわ、うん、あそれはなんでですか。いや柳田とコンちゃんがやっぱこうコラボし始めるから、うん、あセットで良くなっていく、うんうん、だと思う。あなるほど、うん、そうなってくると少しこう頭が出てくるから。なるほど、団子からちょっと抜けるのかなということですね。はい、はい。